あの言論回復復活、まあ、再度復活、はい、おめでとうございます。そしてありがとうございます。どうも、はい、お願いします。行きましょう。行きます。行きます。あの8月ぐらいの小室圭に対するバッシングの凄さって異常でした。異常でさ、異常でしたね。でだからヤフコメなんかあれで結局対応を変えちゃったわけじゃない、うん、なんかあの小室圭と眞子さまが結婚して出国するときに小室圭の T シャツのここからダース・ベイダーがあるじゃん。であれにさ、すっげえマジギレしてるコメントとか見て、うん、なるほどお前のメッセージは分かったみたいな絶対に許さないって何をお前が何を分かったんだよでも小室圭初期の段階で昔のチャラい写真、うん、女の子の肩を抱いてる写真とかが上がってた時に大量流出しましたね。そう、よく見ると手がちゃんと浮いてたんですよねあれでこいつ悪いやつやないっていうのはすぐ分かってだからそうか、うん、肩までは落とさないとっていう、チャラそうにしてるけどこうエアなんですよね。エアで、そうなんだ。エアだけね、エアだけで。次には2021年最高の炎上である可能性もある小山田問題、はいはい、これですよ。どうですか、うん、もちろん、もう専門家ですからね。編集者として2つぐらい問題があって、うん、1個の問題としては編集者の矜持があるわけですよ、うんうん、はい、つまり書き手を守るとか、うん、雑誌って著作権者、編集者、発行権者の3人で成り立つわけですよ、うん、著作権者はまあ書いた人、あとはインタビュー、うん、まあ、インタビューは混じりますよね、うんうんうん、で編集者は企画を立てた人、メインタイトル、サブタイトルつける、キャプションつける、リードつける、それは編集権、編集者ですね。それを OK して出すのが発行者、これまあ会社の社長になるんですけど、うん、でそのうちの約20年間だよね、20年間この発行人と編集者がなしに著作権者だけがぶったたかれてきたわけなんですよね。でそれをまず初めに食い止めなきゃいけないのが編集者の矜持として、いや待ってください、これは僕らがこういうことを企画したんで山田さんに書いてもらったんですよっていうことを守らなきゃいけなかったのが全く守られてなかったわけですよね。ずっと20年間そのまま来て、さっき言ったようにその20年ずっとネット上で叩かれ、いじられ続けて、ようやく表面化して、その時に編集サイドがほぼ無視したっていうか、そう、でそれようやく明らかになったのが軽い謝罪をする程度で、そうだね、助けにはいかない感じだった。そう、そういうことですよ。まあ、見捨てましたからね、実際的に。僕もね、まず大前提として僕は基本的にこう思うのは、まず小山田は悪いことやったと思う、うん、でも次の問題としてあれやっぱり持ってるんですよ。もちろん。でその持ってるっていうところを理解するためには当時の90年代の文化ってどういうものだったか分かんなきゃいけないわけ。そうね、そう、それもある。でもとにかくみんな悪ぶったりなんだりするのが悪かったり、それは一種のゲームとして理解するっていう空間があったんですよ。万引きアピールとかね、そういう文化全体こそ私たちは断罪するべきだと。いや断罪するのは結構だけど、当時はそうだったんだよって話なんだよね、うんうん、まずその理解が必要なのに、うん、そんなものはなかったみたいに反応されたりして。そうそう、吉田さんもそのツイートしてたけど、説明してましたよ。ちなみにだから、いや僕たちの世代はまだ大丈夫で、全然僕たちの上は本当にやばいから、うん、90年代にライターやってた人たちは、そうですね、マジで持ってるからいろんなことを。そうですね、でその中で出てきたのは小山田の記事なんですよ。だからみんな盛るわけよね。盛りましたちょっと当時90年代は。あでも僕の中でその辺うまいこと逃げてましたね、うん、ここで何か証拠残したら絶対後で言いたい目に遭うと思ってあでもそれはなんか確かに、うん、あの確か若いとそういう感覚あったような気がする。なんかあのやっぱり、で僕もだからそのエヴァンゲリオン関係とかで95、6年ぐらいから QJ とは関係してるんだけど、はいはい、やっぱなんかこの上の世代に乗っていくとやばいんじゃないのみたいな、うん、小馬県連の事件でびっくりしたのは、僕の記憶ではさ、実は文化タブーなるところのさ、実話誌だよ、実話誌のツイッター、つまりこれさ、実話誌どこじゃないですよ、実は文化タブーってこれってあの、まあ、かなり、うん、かなりなんていうかね、かなり何か、僕はそこでインタビュー出たことあるんだけど、はいはい、まあ、僕は連載してますよ。それであのいい雑誌じゃないですか。でそこがさ、あの小馬県のこれをツイッターして、うん、これがさ、うん、5時間後ぐらいには防衛副大臣がサイモン・ビーゼルセンターにさ、この速さにはビューティーちょっと光の速度を超えてないみたいな、うん、もし僕が小馬県だったらだよ、うん、でいろいろ働いてるわけじゃん、このオープニングのために、はいはい、うん、でちょっともう今日疲れた、まあ、ようやく形もついてきて俺ちょっと寝るわっつって、うん、起きたらもう解任みたいないやしかも企画が実はそこ多分そうもう何が起きてるんだか分かんないよ。でサイモン・ビーゼルセンターとかでしょ、うん、これも全然議論されてないんだけどさ、うん、結局防衛副大臣がさ、うん、サイモン・ビーゼルセンターにいきなりさ通報って何あれ、うん、おかしいよ、まず日本国内でやるべきでしょ、うん、防衛副大臣なんだから、うん、まあ、じゃあ何、この防衛副大臣って日本国内で問題が起こった時に、うん、外国に通報すんの、うん、検証の時間って必要ですよ。そうですよね。とりあえず防衛副大臣が夜中にサイモン・ビーゼルセンターに通報して翌朝決定されることではなくて、うん、やっぱりこれ一応小馬県呼ぼうとかさ、ちょっとフルで見てみて、そう、一応フルで見て、うん、あの、そうそうね、一応会議をするとかっていうステップが必要なはずで、うん、まあ、時間がないからもうすぐやんないと、いやそうなんだけどさ、ね、時間がないにしても、うん、まあじゃあ行きましょう、うん、これはいいニュースでしたね。あったわー
これあったな。いやこれも結構どうでもいいんだけど、なんかこれでもさ、なんか一生懸命さ、みんなさ、なんかこれ衛生的にコロナ時代良くないとかいろいろ言ってたよね、議論。言った。いや医療系の人たちがこのコロナ時代には信じられないみたいなこと書いてあって、噛まれたら気持ち悪いとかさ、まあ噛まれたら気持ち悪いはまあ分からない。決めだろう、交換されるべきだみたいな。これ交換されたんだよ、されたで交換されて実費請求行ったんでしょ、河村隆史。でなんかもう何もかもがどうでもいい。あの署名偽造とかが燃えないでこれが燃えるそうなんだよ。そうなの。俺もそれは。あ、そうそうだ、署名偽造はどうだったの、うん、これ署名偽造 YouTuber 柴田が簡単から来ましたね、来日ってのは。これ、まあ、正直僕からするとどうでもいいんですけど、なんかどうでもよくないよ。いやでもあれはね、あの僕はあの僕は実は当時から結構関心持ってて、俺全く俺全くこんな見るんですか。俺全く格闘技はもうあの関心がないし、まあ、柴田は YouTuber としては知ってたんだけど、うん、別に相手の久保優太もよく分かってなかったぐらいなんだけど、うん、はいはいはい、これ結構僕面白いと思って、まあ、結論からこういうことで、つまりあれこれ事前にあの連絡をしてた柴田から、ね、まあ、八百長をね。でもその八百長で俺はもう弱いから俺の顔を立ててくれよって言ったら、まあ久保が1ラウンドは持たせてくれたね。そうそう、でまあそうっすかっていうふうに言ったらガチで行っちゃって、結局柴田が勝ったって話なんだけど、結局これってつまりさ、勝ちとは何かとか、うん、戦いとは何かっていうことの定義の問題だと思ったんだよ、うん、定義の問題。かっこよく言えば、つまり久保はリングの上だけが戦いだと思ってる、ね、うん、柴田は最初からそう思ってない、その八百長がバレることまで含めて彼はエンタメとしてっていう風に考えてるんで、なるほど、これ結構やっぱり柴田の方が頭良くて、まあ圧倒的にね。でこれ久保から見たらこれ騙し打ちなわけですよ。じゃ騙し打ちっていうことでお前別フィールドで勝てるのって言ったら勝てないわけだよね、うん、まあだからそうですよ。だからそので柴田の方が次から次へといろんな動画とかやってって、うん、でつまりこれはある意味プロレスかってことでもあるんだけど、ただプロレスは結局シナリオがあるプロレスで、リングの上をいかに面白く見せるかってことだけど、今なんかある意味でガチとプロレスが合わさってるような状態になっちゃってて、リングの上はガチなのかもしれないけど、リングの外っていう全然別のゲームがあって、もう一つのフィールドがあると。でそのゲームの方で勝てば全然いいわけだよね。で柴田は最初からそれやってて、これ結構なんていうかな、勝ちってなんだろうって思ったね、なんか、うん、なるほど。こういうのでも結局来週もコントロールできないわけじゃん。だから話題作りでうまいことで利用しようとしたら利用され尽くしちゃったっていう。あ、うん、そう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 、何のペナルティも当たりやんないわけじゃないですか。そうそうそう、まあ相手も出してないんだな、泣けてなんじゃないですか。あ、じゃあなコンディションはいいんだよ、コンディションはすごくいいんだよ。あであのマスコミ嫌いだから絶対あの切れてないでしょって絶対言うはずがないんですよ。だから、うん、じゃあ長州小力のモノマネに対してあれはちょっと作ってるんですよね。作ってる、そう、絶対、うん、その時に本当マスコミ嫌いだから、まあ、切れてないよって絶対もうタメ口で、ですよじゃないんです、です、絶対ですよ、うん、それで、うん、後にあの、うん、コンディションいいんだよ俺は、コンディションはって言った後にちょっとね、ちょっと笑大したもんだみたいなね、うん、もうだって長州さん大好きだから、いやいいっすよ、長州力のオールド日本が期待と違ったっていうね、抗議の電話。やだ客だなそれ。何が機械と違ったの。長州力のオールナイトポッド見た聞きたいじゃないですか。だってどう考えたってそのタイトルコールが楽しみなんですよこっちは。そう。あの口調で言うの。だね、長州力のオールナイトポッドって言うかと思ったら全然違う、はいはい。確かアナウンサーが何回かやっちゃったんですよね。長州力のオールナイトポッドとか言っちゃってるから、うん、ダメじゃんと思って、もう電話しねえだろと思って。夜中の2時に電話かかってくる。夜中の2時。はいどうも。じゃあ第4部が始まりましたと。はい、辻田さんでーす。今日ね、お客さんの中で、はい、地方から、ね、飛行機で来てくれたっていう人がいるわけですよ。マジっすか、ありがとうございます。なんだこれ。それやっぱりだってそのために君も来なきゃまずいでしょ。マジでおかしいでしょ、俺の番組じゃないでしょ。